初80人長門の裏を船で来て早く立とせのふるさとの山を遥かに眺めれば曇りがちなる旅の空新たにゃならぬ日のもとの三国のためと思いなば冬よりもろき人の身は命の捨てどころ身には玉傷するに傷お江戸もつけぬ赤十字竹木味方の勢いに敵の運命極まりて脱ぎし兜を頬の先立ちてぞ帰る立ち草空の曇りも今日晴れて一際高き筋の山峰の白雪消えるとも板を立てし松田の名誉は長く続きざらん